皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。では前回の続きやっていきましょう。前回ここまで来ました。このね、下の緑の丸のところは行けないんですよ。こっち、この向こうにはね、今行けないので、行くところといえばこの真ん中になります。で、こいつら今ちょっとかなり強そうなやついるけど、こいつらと戦いたいと思います。はい、来ましたね。でもなんかこういうボス的な存在じゃなさそうなんで、普通に多分勝てると思います。神、そんな強い攻撃、一番強そうな左のやつにして。あ、でもバイキルトするってことは相当か。よし、どれほど強いもんかちょっと見てみよう。はやぶさ切りでこのサタンジェネラル行くわ。あ、サタンジェネラルか、6の時もいたよね。よしよし、 OK、 いいよ。ドルマドン行こう。あ、マハデドスか、倒せそうな感じがする。おお、やっぱ強えな。うわ、ギガスロー、うわ、行って。神よ、神、ちょ、神とシルビア、やばいやばい。うわ、行って。大丈夫大丈夫、ちょっと待って、俺がなんとかしてやるわ。ちょっとギガブレーキでちょっとこいつ倒すわ。なき父バランの技で、よし、倒した。さすがバランの技だ。レベル90、ありがとうございます。やばいね、あと9しかないよ、あと9しか。はい、ということでこっちですね。まだ下の扉の封印ってまだ解いてなくない？まだ一つピンクのやつなんか解いてなさそうだけどさ。またこれかよ、またこれか。あの最初のロビーのところの、青色の封印とピンク色の封印があって、多分ピンク色の封印ってまだね、解いてないはずなんですよ。おかしいね、解いてたっけ。はい、これで相当あれですね、4階まで来たんで結構なあれいけると思いますよ。あ、わかったわかった、こいつで行くんじゃね。うわ、ちょっと待って、これ今見たけどさ、これ横行けんじゃん、これ横っていうかさ、こっちじゃなくて向こう向こう、ほら宝箱とかあったし、これもしかして今までのとこ全部あったんじゃね。これ今4階ですよね。4階ってことはちょっと下降りてこようよ。ほらほらほら、普通にあったわ、いっぱいあるやん、ここ。はいはい、これいただき、天使の相馬いただき。ほらほらほら、向こうにもあるし、これ。あ、これ全部回収できてたんだね。危なかった危なかった、これによく気づいたわ。で、これ多分また1個下のところにも多分いけるんですよ、これ。この滑空するのが本当気持ちいい、なんか。ほらほらほら、下にもあるよね、下にもあるよね。はいはい、プラチナ鉱石ね。ほら、いっぱいあったね。向こう、向こうは？向こう宝箱はない？こっち。こっちは何もないね。さらに、もう一回下は？なんかすごい、いっぱいいろんなもん落ちてるけど。ここ完全な最初のロビーか。今こうやって下に来てるんですけど、ほら見て見て見て、ここまだ封印解いてないよね。ここの封印解いてないから、やっぱりまだまだまだですね。上行きましょうか。 OK、 すごい宝石いっぱい落ちてたね。で、今からこういう風にね、上上がっていきます。こういう感じですね。よし、ちょっと上まで行くのが結構大変だけど、頑張って4階まで行きましょう。ちなみに4階より上はもうないね。4階より上はもうないですね。はい。では、この4階が多分最後ですので、どっちから来たかな、これは。後ろですね。こっちですね。こっちに行きましょう。はい。これですね。こっちが正規ルート。はい。来ましたよ、来ましたよ。魔王の神殿。さっきの羽ばたくやつはどうやって行くのかな？あ、わかった。これでワープするのか。はいはいはい。わかったわかった。これでワープをして、さっき行けなかったとこ行くんですよ。おや？ちょっと違うぞ。あ、ですよね、ですよね、ですよね。これで、右行って向こうにも行けるということで、ちょっと散策というか、
まあ、やっぱり行かないといけないんで、レアなアイテムとかあるかもしれないからね。でもこの敵は全部無視です。もう戦ってもね仕方がない、もう強すぎるわ僕たち。これでこっちかな、向こう行くと、おいでこっちにも行けますよね。うん、とりあえずこっち行って、ここで、あ、これで封印解けるわ、これで解けますね、よっしゃ。封印じゃないぞ。なんかすごいすごいギミックだな。だから反対側のところにもこれを行かないといけないってことですね。でちょっとあいつ倒して、あそこの道もちょっと塞いでちゃんと開けておきましょう。はい、でここの扉を開けると、あれ、ただの外か。でも宝箱ある。これがパンドラボックスというオチになっているのであろう。あ、開いた開いた、すげえ、なんかすごい、なんかすごいやつがいっぱい手に入るようになってきた。はい、ということで今からね、この反対側、反対側の右側の方で、またあの足場を作りに行きたいなと思います。はい、で今度反対側ですね。反対側に行くといいんでしょう。多分ここに足場ができるはずなんですよ。でこっち行ってきます。はい、来ました。さっきと構造は一緒なので、まあ、アイテムが落ちてないかどうかを探しつつ、あの封印を解きに行きましょう。足踏みに行きましょうね。それぐらいかな。それぐらいは特に何もなさそうですもんね。あとはね、こっちはサタンジェネラルじゃなくてドラゴンがいるね。はい、ではこっちですね。こっちにおそらくあの足場を作る封印を解くボタンがあるんでしょう。来ました、これですね。これを押します。出ましたね。はい、これでいけるように。あれ、1個足んなくない？1個。おや、ちょっと待ってくださいね。これでどうなる。はい、ということで戻ってきましたよ。戻ってきて、ここで次右に行けるはずなんだけど、どう見ても1枚足らないよね。魔王の神殿へと言って、え、ここ、こっちからが足りないんですよ。ここ、ここから向こう、あ、また右左があるのか。あ、そうだ、あるわ、見えてないわ見えてなかった、今自分で。こっちだね。こっちに行ってまたいろいろやっていくんでしょう。あの最初の封印どうやって解くんだろうね。これより先にあるのかな。まあ、ちょっとこいつは倒しましょう。はい、軽々と倒し終わったんで次ここですね。ここ開けると、あ、これでピンクの封印やっと解けるかな。これで解けるんじゃない。解けた解けた、やっとだわ。一回正面にある扉の封印が解けたようだということで、これちょっと待って、これ後ろに何かあったとかないよね、今まで。大丈夫だよね。でも自分が開発スタッフだったら多くない、一箇所ぐらい。で、向こう行きましょう。向こう行って今度は、何が、ん、向こう、あ、こっちです。そうですね、そうですね、向こう、向こうですね。魔王の神殿に行くまでに、あの一階のとこ行ったらどうなるんだろうね。ちょっとその辺が不思議ですね。なんかそれが正規ルートでボスに続く道っぽいけど、明らかに魔王の神殿の方がボスだもんね。おいおいおい、これは、これもなんかあるね。これちょっと倒しましょう。軽く倒しましょうか。はい、倒し終わりましたんでこれ踏みますよ。これであれかな。そうだね、1個2個とできましたね。天空魔城の最深部につながる道が開いたようだ。ほうほう、でもちょっと1階の封印が非常に気になるんだけどね。1階の封印が、
あれはどうなるんだろう。でも多分両方別々のルートがあるというのは多分ドラゴンクエスト上考えにくいので、このまま先を進みたいと思います。ここ行きたいと思います。こっちね、皆さんこっちの方がいいですよね。はい、過去に戻るパートなんて必要ない。もうパンドラボックス臭いなこれ。お、違うわ。賢者の聖水4個。あ、ということは間もなくボスなんじゃねこれ。だいたいそうだもんね。よし、ちょっと待ってね。はい、行きますよ。お、ちょっと待って待って、これは今一応ね、今この勇者サクサクとカミュー、そしてマルティナ、このローがこの最強4人メンバーなんですよ。最強メンバー、これでどうなるかですよね。クスンクスン、まさかこの声は、え、ベロニカ？うわ、マジかよ。そこにいるのはお姉様？え、ちょっとわけわかんなくなってるで、今。絶対本物じゃないよね。セーニャなの？あ、サクサクも一緒なのね。絶対違うよね、これ本人じゃないよね。サクサク寂しかったわ、ずっと一人だったから。違うよね、絶対これ敵だよね。あのね、サクサク一つだけお願いがあるの。死んでくれるとかじゃない？ほら、やっぱり来た来た来た。俺フラグ回収すごいな。今すぐ死んでくれないかな。だってあんたを守ったせいで私死んじゃったでしょ。あんただけ生きてたら不公平じゃない？だからね、これモシャスでしょ。死んで、自らの死を持って償って、もっと生きたかったのにあんたのせいでこうなっちゃったんだからさ、怖いな。え？消え失せなさい、悪しき幻影よ。気高きお姉様はそのような言葉は口にしない。まあそりゃそうだろうね。こんな胸クソ悪いものを見せるやつは一人しかいない。ホメロス、姿を見せろホメロス。なんだこのかっこいい登場シーン。大好きなお姉様を思う心、クックックッ、愛というやつか。くだらないくだらない。グレイグ、まだ生き延びていたのか。相変わらず執念だけは立派だな。そのしぶとさ、尊敬に値するよ。さて、ここまで来てもらってなんだが、この先はウルノーガ様がおわす領域でな。貴様らが入っていい場所ではないのだ、ないのだよ。噛んだわ。はい、ご退場願いたいところだが。はい、虫キャラ頑張ってきたんだ。この魔軍司令ハドラじゃないわ、ホメロスが貴様らを直々に葬ってやろう。お、じゃあちょっと見せてもらおうじゃねえか、ホメロス。なんか槍手があるな、これは槍があるぞ。どうだグレイグ、素晴らしいだろこの体。ホメロス、本当に魔物になってしまったのか。行くぞ、貴様らの屍をウルノーガ様に捧げてくれるわ。さあ、ということで賢者の聖水を全く使ってなくて、普通にちょっと戦ったまんまの状態で来ちゃったという、この HP、 このマジックパワーとか、こう全然これフルじゃないからね。これでこれだけのハンデで普通に勝てると思うんで、
行きたいと思います。さあ皆さん、じゃあトクとノーカットでご視聴お願いします。連携でいきなりなんかやっちゃう、これグランドネプレやってみようか。最終奥義、さあ行きますよ。もう最後はグレイグにちょっととどめさせてもらおうかなと思ってるんで、はい、これで何本くらい、ルルが最終奥義で、はい、632、大したことねえわ。はい、マルティナもね、爆裂客もこれ結構強い。はい、一丁上がり、お、強そうな、おっと、なかなかやるな。ちょっと仲間を呼ぶのは聞いてない、聞いてない、あ、ザコか、ザコならいい。よし、回復呪文はもうローに任せよう。とりあえずもう普通に倒すからね。めちゃくちゃ強いでしょ。さあ早伏せいるよ、これだよね。よし、これあのアルテマソードいくよ。アルテマソード、はい、700、弱っ。ちょっとグレイグに変えるって言ってたのに。はい、91、ありがとうございます。もうどんどん売るのが勝てなくなってきてるよ僕らに。第二形態か、6軍を束ねる魔軍司令。グレイグとどめ刺さないの、またそうやってお前は俺の先を行くのか。先を急ぐぞ。あ、シルバーオーブか。最後のオーブ何色だっけって前回のパートか前々回言ってたよね。はい、なんかホメロス戦があっという間に終わっちゃったんだけど、なんか全然物足りないんだけど、ちょっと強くなりすぎちゃったかな。え、なんもないよね。いきなりウルノーガ戦とかやめてね。ちょっともう今日これで終わろうとしてるんで、最終決戦は次回にしたいんだけど。とてつもなく邪悪な気がこの先から、きっとこの先に。ウルノーガついに決着をつける時が来たが、行くぞサクサク。マジで、うわ、これホメロスか。違う、これ6軍王全員じゃん。まあそうだろうね。ふはははまんまと騙されたようだな。このホメロスがあのまま終わると思うとか。でもオーブがないはずなのに。最後はやはりこうなるのだよグレイグ、お前は俺にはかなわない。魔王様のところに、え、魔王様のもとに行きたくば一人で。一人ではない、俺はサクサクの盾、かっこいいぞこれは、やばいぞ、侮るなホメロス、やばいぞこれは。おお、貴様を倒してウルノーガの元へ行く、そして16年前の借りを返すんじゃ。いや、みんなかっこいいな。うわ、神一番男前、一人では行かせないぜサクサク、俺にも見させてくれよな。魔王をぶっ倒す勇者の奇跡ってやつを。
はい、ちょっとした感動ムービーでしたが、これ本当にもう売るのがいっちゃうのかな、これ大丈夫ですかね。あの1階の封印のところも行きたいけど、ちょっと行ってみようか。じゃあ行きましょうか。最後、魔王の神殿につながる魔法陣、移動しますか。行ってみましょうよ。はい、ということ不思議って、お、玉座の待て、完璧じゃん。完璧にもうウルノーガのとこだね。あの封印、1階の封印のところ行きたくてたまんないんだけど、もうこれ最終決戦しよっか。もう今日よし、最終決戦行こう。もう最終決戦行っちゃおう。もうファイナルパートになるかもしんないよこれ。行きますよ、行きますからね、もうウルノーガ。よし、もうこの奇跡とも言うばけ。おっと、この先からまがまがしい魔王の気配を感じる。扉を開けて中に入りますか。なんで家に出るのよ。え、はいでしょ。来たか。勇者の名を継ぐ者よ。すげえ、なんかもうやばい、めっちゃ強いんじゃない。もう声のトーンが違うもん、このウルノーが。生命の根源、胎児の魂を得た我にとって貴様など吹けば散る一葉に等しい。あの義乳特戦隊の隊長の義乳みたいな感じのやつがウルノーガじゃないの、これ違うの。これは、あ、変身した後のやつか。これはかつての勇者たちを思わせる。気に入らん。愛、希望、夢、くだらぬ幻想にしがみつき、しぶとくももがき続ける人間どもめ。この全世界の王たる我が貴様らの骸に刻み込んでやろう。永遠に消えることのない絶望をな。はい、来たよ、来ましたよ、ついに最終決戦、魔王ウルノーガが現れた。さあ戦いますよ。オッケー、特技なんだ。覇王山で行く。ちょっと待ってよ、とりあえずアルテマソード行こう。はい、アルテマソードね。この最強4人衆で行くからね。最強4人衆、よし、いいぞ。カミュー1000何歩食らわせ。オッケー、500か、弱いぞ。大丈夫か、頼むぞ。爆裂客、よし、オーケー、660食らした。そして、ロー。マヒャデドスか。ちょっと魔法、なんか、スバーハとかやってる方がいいような感じするけど、大丈夫？うわ、オーブの力、やばいやばい。うーわおー。やるね、魔王。見て。でも大丈夫そう。サミダレ好きの方が効いてるよ。よし、次、覇王山行こう。もう最終奥義の連発でいくわ。全然食らわねえじゃねえかおい。覇王山全然ダメだわ。よし、いいぞ。カミューいい感じで700ぐらい食らわして、ローに頑張ってもらおうね。ほんとね、ローちょっと、でもちょっと弱いな。オーブの力やばい。パープルシャドウ、おいおいおい、影って大丈夫？ちょ、本体も攻撃して、みんなちょっと本体も。おお、弱かった弱かった、影は弱かった。もちろんあれですよね、なんていうのかな、ちゃんと経験値くれるよね、影の分も。アルテマソードの方が効くじゃん。オッケー、いいよ。でもなんかこのペースでいったら、なんか普通に終わりそう。
行って、うわ、ちょっとやばいやばい、ちょっと待って待って、やばい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 、ギガマホトラとか、ちょっとマジマジ、ちょっと勘弁勘弁。ちょっと待ってよ。あ、え？まさか終わりじゃないよね。膝をつかせるとは。第二形態あるよね。迫力がなくなったな。はい、ウルナーガとウルノーガが現れたということになってますね。まあまあ、どうだ。あ、ちょっと待って、 HP とか全部回復してる。ラッキー、ありがとうございます。あ、ということはこいつを先に倒す盾になってるのか、こいつが。なるほどね、売るのが後ってことだ。よし、了解。そしたらとりあえずビッグバンやってやろう。あ、全然食らわねえわ。ちょっと待って、全然食らわねえ。あ、こいつは燃え盛る系を吐くな。こいつはいられるのも今のうちだぜ。いって、一撃すげえ強い。よし、このターンで終わらそう。はいはい、いてつく波動ね。お、今度逆か。あー、今度こういうことね。はいはい、じゃあこっちアルテマソードいきます。こうやってもしかして交互にさ、交互に戦っていくのかな、これは。あ、いくつかほど意味ないけど、これで1ターン。おっと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 、また、ちょっとこれややこしいな、これスキップさせてくれよ。同時に前に踊り出た。まあ、初めから同時で結構なんですけど、おお、え、いや、ちょっと待って、吐き出すの遅いわ。うわ、猛毒。ちょ、頼むよ。ちょっと老おじいちゃんのヒアリーやってくれるから、おそらく。老おじいちゃん、ちょっとおじいちゃん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと連続攻撃ずるいからね。よし、ありがとうおじいちゃん。早く立ち上がれよ、サクサク。おっと、ちょっとこいつら急になんか強くなってきたな。ちょっと誰も回復呪文をやらないっていうのやばいって。オッケーオッケー、よかったよかった。まずはデホマラ。よし、オッケー。これで一旦俺がアルテマソードでこのウルナーガの方やるわ。これでウルナーガを一回壊す。まだか。うわ、熱いぞ。うわ、あっち。やばいやばいやばい。ちょっと
そっちだけ倒して、オッケーオッケーオッケー、そっち倒してくれたら十分。集中されたからね。でももうデホマラー、うん、もうアルテマソード行くわ、こっち行く。誰か死ぬかもしれない。どう、お、特殊効果かき消した、ありがとうありがとう。これいけそうだね。お、いけそういけそう。最後一番おいしいところを取るのはやっぱり勇者サクサクであってほしい、主人公だから。やった、おいしいところいただきました。経験値は魔王の剣を手に入れた。はい、ということでね、まあ帰ってきました。ですね、ウルノーガを倒した直後からね、ちょっと録画禁止区間というふうに表示があったので、ちょっと残念ながらそこはアップロードできないんですけども、まあ簡単に言うと、まあ倒した後に命の体重が復活をしました。左に見えてますけどね、その復活をして、まあ、エンディングが始まって、まあ、そのエンディングはもう普通にムービーだけでセリフとかも何もなく、そのシルビアが自分の故郷へ帰ったり、カミュが妹に会いに行ったり、セーニャが故郷へ帰ったりという、この一人ずつの、まあ、いろいろな過去の物語に準ずるような、一人ずつこうみんなに思い出の場所に帰っていくみたいなシーンが流れました。そして、最後ね、ジ・エンドのエンドスクロールが出た後に、一応まあ、ベロニカの死を悼んで、みんなでまたラムダに集まりましたというところで、パートが終わって、このオープニング画面にやってまいりました。ということで、とりあえずウルノーガ戦が終わったんで、とりあえずファイナルにはなりますが、ちょっとこの後どうなるかちょっと予測不能ですので、ちょっと見てみましょうかね。はい、ということで、まあ、全て終わりましたけども、ここですね、この冒険の書で多分クリアした後、この仲間たちの帰郷という風になっております。これで、見てみましょう、どういう風になるか。はい、これまでのあらすじだということで、まあ、死闘の末、とうとう全ての元凶である魔王ウルノーガを倒したサクサクたち、地に落ちた命の体重は再び復活を遂げ、荒れ果てた世界に再び光が戻りました。で、使命を果たしたサクサクたちはそれぞれ自分たちの故郷へ帰っていった。そして、はい、サクサクたちが魔王ウルノーガを倒し世界に平和が訪れてから数日後、仲間たちはベロニカの死を悼んでラムダの思い出の地に集まっていた。びっくりした。今普通に言われたのかと思った。本当に。ラムダの人たちは厳格な方ばかりだと思っていたけれど、平和になって嬉しいのはみんな同じねと。せっかくの宴だ、俺たちもパーッと楽しもうぜ。ベロニカが羨ましがるくらいにな。
はい、これでロトゼタシアの救世主ということで、仲間たちと共に魔王ウルノガを倒し命の大樹を蘇らせたロトゼタシアの救世主に贈られる称号ということで、今聖地ラムダでいろいろ飲み会をしており、あの右斜め向こうにかつての敵同士だったカミュと、グレイグが仲良さげに喋っておりますね。はい、なんかいろいろこれからまたいろいろ始まるのかな、全然ちょっと予想がつかないけど、まあでもね、いろいろなんかいろいろやってんな、あそこで踊ってるよシルビアが。ちょっと待ってくださいね、これで特に行くところもないから、まあ祝杯の宴を楽しみ、その後世界の様子を見るため聖地ラムダの外に出ようということで、まあ一応まあとりあえず、まあファイナルではないですね、まだまだ続きそうなんでファイナルではないですけど、とりあえず今日はこのぐらいにしときましょうかね。はい、ということで、また次回ね、次回どんな風に始まっていくかわかんないですけど、今後また楽しめるようにしていきたいなと思います。すごいね、これいいね、このカット。はい、ということで、ちょっとね、ウルノガとの決戦パートとかいろいろちょっと長くなりましたけど、本日もご視聴ありがとうございました。そしてまた次回以降、ドラゴンクエスト11どんな感じでストーリーが進んでいくか分かりませんが、また定期的にやっていこうと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサークでした。